おはようございます。令和5年3月24日金曜日、ラッシュファミリーで授業6時だよ、全員必勝ということでね、まだね、5時58分かな、朝日が上がってきました。本日は朝日の絶好調でございます。まあ嫌なこともたくさんありますけど、うまくいかないことが、まあうまくいかないことを良しとして私生きてますんで、答えないんですよね。全ては流れなんで。はい。昔はね、やっぱりね、鍛錬が少なかったから一喜一憂してたんですけど、目の前に起こることっていうのは、全て学びだと思ってます。ね。いいこともあれば悪いこともある。今日も駅に行って愛を叫びたいと思います。あー、新しい恋見つけよう。もうやっぱりね、振り返らないことですね。はい、僕らことがないんで、新しい自分を見つけに行けます。さっぱりしました。すっきりしました。世の中広いんでね、いいこといっぱいありますよ。皆さん落ち込まないこと、自分を落ち込ませるのはいつも自分です。で、自分以外のことで悩むんですよ、人っていうのは。思い通りにいかないとか、言うこと聞いてくれないとか、んなの自分以外の人間なんか自分の思い通りになるわけがないんですね。そんなことに時間を費やしてるのはもう間違いない。アンチの民度の低い君たちにも言いたいんだけど、まあ、俺に今日も朝ね、なんだろうな、いたずら電話してきた君、民度低いよ、レベル高いなとは思わないね。レベルは低いんじゃないですかね。で、俺に言われて聞いちゃってんだよね。今聞いちゃってからもうね、結構ね、5チャンネルで小山さんのことまた書いてんでしょ。それ録音聞かしちゃおうよ、お前。流しちゃうぞ、お前。声震えてんぞ、お前。って。釣りでもやってないお前、暇なあたり釣りやってなんて。釣りじゃなくて5チャンネル書いてんだろ、一緒だね、暇あるたびに。釣りって釣り。自分の趣味に没頭しろ。体ばっかりでかくて気持ち悪いんだから、ね、だからモテねえんだよ。俺モテるから、はい、本当にモテるんですよ。まあ、自分で言わないけどね、モテる人って。だからモテねえんだろ。でもモテるんだよな、なぜか女性に。なんでだろうな、おしゃれだからかな。明るいから、話しやすいから、いつもニコニコしてて。本当にモテると思うんだよ、俺自分で。だって女の人から声かけてくれるもん。いつも話しかけられる。モテねえやつって話しかけられねえんじゃねえかな、多分、女性から。もう生きてて楽しいんだもん。俺と話してると女性みんな楽しそうなんだもん、ニコニコして。だから外に出ると楽しいんですよ、僕は。今日も駅に行きます。何人か綺麗な奥さんいるんですよね。みんな笑顔で挨拶してくれるんですよ。駅行くだけで楽しいわ。で、今日はてっぺんジム行くのも楽しいんだよ。みんな話しかけてくれるから。何かに夢中になることですね。何かに没頭すること。人生を満喫するには何かに没頭する。自分を落ち込ませないこと。昨日作った味噌汁うまかったな、俺の。昨日はね、トロロじゃなくて、何て言うんだあれ、トロロ昆布、トロロ昆布を入れたんです。あら、太陽消えちゃった。トロロ昆布入れたんですよ。トロロ昆布。
とろろ昆布、とろろ昆布とおネギとお豆腐と、おネギとお豆腐ととろろ昆布とあと油揚げ入れました。美味しかったですよ。お味噌汁作るの好きで、昨日は白味噌で作りました。気づいてねえだろうやで、白味噌だからな、多分。美味しかったでしょ。昨日のラーメン屋のバイトの女の子可愛かったな。顔ちっちゃくて、でもマスクしてるからみんな可愛く見えんだよね。昨日のラーメン屋で良かったのはバイトの女の子だけだな。あとはちょっと合わなかったな、実は。麺も太すぎるし、脂っこすぎるし、自分脂っこすぎるのダメなんだよね。今日はどんなことがあるかな。楽しいことあるといいな。いいことあるといいな。まあ、なんか期待して今日も楽しいことがあるように駅に行ってね、またちょっと愛を叫びたいなと思います。最高の朝が水もつまみらしてやってまいりました。笑顔の挨拶交換最高ですよね。女性は笑顔がいいですよ。綺麗な人に限ってみんな笑顔で挨拶してくれるんですよ。綺麗でおしゃれな人に限って、あと男性もそう。男性もやっぱりね、笑顔が爽やかな人に限って挨拶してくれるんですよ、なぜか。やっぱり挨拶もできない人って不幸なんだろうね、なんかが。俺は幸せだから、今日も。世の中に幸せを振りまくために生きてます。そして選挙モード。ここから選挙モードに入ってきます。やっぱりバッジをつけて今困ってる人たちを助けたい。シングルマザーの 86.6% が貧困です。老人の3人には1人が貧困、ありえますか。20代1人暮らしの若者 60% 以上が貯蓄ゼロ。自転車操業なんですよ。やっぱり景気の底上げ、消費税は廃止、景気を底上げすることがこの国を助けることです。そして戦争に今向かってます。三浦瑠麗さん、ひどいね。そんな人ばっかり金儲けして贅沢して、ひどってさ、やってることは、裏でやってることは汚いことやってて。菅総理、成長戦略会議って何のためにやったんですか。誰の成長のためにやったんですか。この国民、この国の成長のためにやってください。自分たちだけの私腹を壊すだけの成長戦略、良くないですよ。そういうのを変えるために私は活動してます。許せないんですよ。だから自分元でね、一喜一憂しません、私は。もっとでかいことに戦ってるんでね、でかいことと。プライベートはね、充実してます。彼女はいませんが、いつも胸をときめかせてます。何に？頑張る自分です。頑張る自分が大好きなんです。今日も、てっぺんジム行って、汗だくになって鍛えていきたいと思います。そんな自分が大好きです。男に生まれてよかった。今悩んでる人、苦しんでる人、
考え方次第で変わります。自分以外の人間が、ね、自分の思い通りにならないからって悶々してる、それはあなた間違いですよ。思い通りになるのは自分だけです。だったら自分を鍛えたり、ね、自分の精神性を高めたり、自分のファッション性を高めたり、そういうことの方がいいですよ。あ、そうだ、シーカー出てきました。4000チャージしたやつ。俺履いてたズボン勘違いしてたんだよ。ジーパンの中に入ってた。もう違うズボンとか違うコート探しても出てくるわけがない。アホだろ。ということでね、出てきました。今日楽しみだな、てっぺんジム頑張ろう。今日も楽しんできます、人生を。良い一日を過ごしてください。今日も最高の一日が始まりました。皆さん、駅でお会いしましょう。8時半から、ラッキーファミリー授業。千秋さん、今日も出てくれるのかな、ぷぷちゃんと。ね、自知る人はいますけど、私の番組、くだらねえとか、下品だとか。でも、この、私の番組を見て、生きる活力になってくれてる人もいることは事実です。新年さん、楽しいことやりましょう。アディオス。アミーゴ、良い一日を。今日電話しようかな、しげさんに。アディオス。